ロード壮行会、今回2回目ですね。2回目の参加をしております。で、今日はですね、まあちょっと今はまだ着替えてないんですけど、前回、まあこの写真ちょっと見てわかると分かるように、前回はまあ何も持ってなくて、まあヘルメットも運転シークソンだとか服もまあ私服にちょっとお借りしたものをつけてたんですけど、今回はちゃんと自分でね貼ったんで、ちょっと今から変身してきますね。ガッチガチのオフロードスタイルですよ。じゃあそれではちょっと変身しますよ。いい？いくよ。3、2、1。オフロードスタイルです。これをあとゴーグルつけてみよう。こんな感じ。はい、今からね、なんか初心者ライダーに向けた、なになに？レッスンがあるそうなんで、私レッスン行ってきたいと思います。後ろの方に乗ってると、こうやっても後ろが滑ったりした時に腕が伸びてしまってて、体ごと振られてしまうんで、それがないようになるべく前に座っていただいて、上半身の力抜いて、あとはこのくるぶしの辺でしっかりギュッて挟んでもらって乗っていただければ。ドキドキします。もう準備しろって言われたんで。ドロドロになるか楽しみ。あ、めっちゃドキドキする。頑張ってください。頑張ってきます。はい。
ビル2回目終了しました。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。すごいスピードが前回よりも出てて、うん、嘘、前回よりも出てた、うん、本当パワーアップしてましたね、でもやっぱりその上手い人たちを見よう見まねにやるのが一番上達すると思う、うんうんうん、さっきもねすごいね教えてもらったんですよ、うん、だからちょっと午後はそれでやってみたいと思います。でね、なんか午後にダントフリークさんの CRF 借りれるみたいなんで、ちょっとそれでやってみたいと思います。今日はまだ転んでないゼロ回ね、この間2回くらいこけました、うん、午後はもうすぐスタート。店長も準備中です。めっちゃ乗りやすいですね。すごい。最終行ってきます。よいいですか？いけるかな、はい、とりあえず押しますか。はい、押せばいいです。前に、はい、こっち隅っこ行ってます。よいしょ、乗った方が乗りやすい。はい、ありがとうございます。よいしょ、いいですか。ありがとうございます。いいよ。はい、一発目でこけちまった。2回こけました。走行会終わりました。最後ね、なんと2回もこけてしまいました。この通り見てこけました。あのね、まあちょっと動画見てもらえば分かるんですけど、まあ山でね、私はジャンプをしたわけですよ。そしたらね、こけました。もうね、上手くなりたい。オフロードマジでやっぱり上手くなったらもっと楽しめると思うし、なんでね、今度ねちょっと今考えてる企画があって、なんとダートフリークさんとコラボしてビギナーレッスンということでちょっと企画を考えてます。なので、まあその動画また後々になるんですけども、それもちょっと楽しみにしててください。まあオフロードに気になる女性男性、まあビギナーレッスンということで、まあ必要な何アイテムと、あとまあ今ちょっとこれアドベンチャーブーツなんですけど、本当はもっとオフロードってちゃんとしたまあ、ここまであるものとかあるので、まあ、そのブーツの選び方だとか特徴とかもダートフリークさんとコラボして紹介したいと思います。それでは今回の動画もよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。インスタグラムもよろしくね。はーい、 See you soon。 またね。